さあ、デッドバイ。ちょっと今ね、確認したら、最後動画投稿して18日に投稿してるから 今明けて27日なんで9日ぶり のデッドバイデイライト。まあ、ポイントっていうか、ランク見てもらって、前回と変わってないから、ガチでやってないんですよね。いやー、本当にもう完全にエンジョイ勢。エンジョイ勢でもなくなってな。なくなったな。エンジョイ勢の人もゲームはやるだろうから。いやー、9日もやらなかったことを、ゲーム始めて、ないかもしんないな。こんなやらなかったこと、ほんとないかも。マジで まあ、リアルで趣味が増えてきたっていうのもあるんですよね。キャッチボールと。今ハマってね、やっぱスケボーっすね、やっぱ。もう仕事終わって、まあ30分とか、もう、時間忘れると1時間くらいやっちゃうんだけど、でも帰ってきても、速攻寝ちゃうって感じですね。まあ当たり前だよな。仕事も 疲れもあるし 終わった後にスケボーだからな。ほんとゲームやる時間なんかほんとないっすね。やろうとも思わないっすね。そんな気力もないっつうか。まあね、ちょうどね、仕事帰りにいいスポットっていうか公園なんですけど、誰もいないね。まあ、ちょっとそこちゃんとスケボー OK なところなんで、やれる場所確保できたっていうのが、ちょうど帰り道なんですよ。ちょうど 車でね。だから、ついつい寄っちゃうんですよね、そこに。なんかスケボーハマってよく動画見出したんですけど、なんか YouTube で、なんかストリートとか行って、なんかアメリカ人かぶりじゃないけど なんか公道とか車が通ってるところでやってるやつとか、そういう動画上げてるやつとかいたんですけど、あれはマジでありえないっすね あんなんがかっこいいとか思っちゃってるのが痛いし、人の迷惑かけるような場所でやんなよって思うよな。ああいうのがスケボーのイメージを悪くしてるんでしょうね、本当に。まだ上にいる？これ。お、恵んだね。はい。下降りた？出た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 。持ってくるかな、これ。やっぱり。オッケー。ちょうどここ恵んだのか。どうぞ。ん？いたような気がしたけど、気のせいか。はい、やってますねー。呼んでるんだよ。でか。ああ、いい動き。天秤の子を狙いに行くか。お伏せ者よろしくねえな。え、出かないの？使ったか？まあいいか。天秤どこやってんだろうな。どこにいんだろうな。多分見つけらんない、これは。また恵んでんじゃねえのか？
音しなかったもんな。一応蹴っとこう。おおお、こんちゃ。戻ってくる系男子。デフかないの？天秤が発動してね。あ、霊障も来てんの？あ、霊障来てねえか、まだ。霊障はまだ発動してない。そこつける。あ、天秤の距離に。なるほど、怪我してるからな。はい、怪我されてる人に助けてほしくねえんだよな。ん？飛べないか。ドサンコ娘さんがいるぞ。あー、それはうまい。さあ、天秤発動。オッケーオッケー。まあそこ触れよな。触ったってことはストライクないやん。やる。ついていくな。はい、まあこれはもうしょうがない。あとはノーマネかけるしかない。で、霊障壊れねえな。まあまあまあ、ノーワン発動する前に一人やれたのはいいでしょう。おう、スプは？あー、詰まった。いや、ここ壊してくれよ。お、やる。あー、これついちゃうな。あー、惜しい。あべ、溜まってる。いや、最悪や。
ういうい。オッケー。お、起こしたということは、壊した。90いったか。あー、どこ行った？今足跡あったな。天秤がな、もうちょいで終わるから。釣っちゃおうか。霊障を壊してくねえかな。デッハある。いや、マジか。くー、デッハなかったんかい。マジか。くー、どこ行った？あ、いたいたいた。いや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 、まあ、十分楽しめた。ワンチャン全滅あったけどな。まあ霊障も発動 しなかったのがいて。よいしょよいしょよいしょ。で、何話してたっけ？スケボーね。急に。
試合をやってる時はもう話せないからな。そう。ちょっとね、見てみてくださいよ。ストリートでなんかめっちゃもうなんか、車が走ってるところ、一歩間違えば車にぶつかるんじゃねえかっていうところでやってたから、あんなんがかっこいいと思っちゃってんだよな。なんか、アメリカじゃなくてここ日本だからね。ね。なんかさ、まだ10代とか、まあ、20代前半ぐらいだったらは許せるけど、なんかいい大人がさ、なんかその人が車の乗って、なんかそのスポットっていうところを探して滑ってんだけど、多分ね、顔的に30代いってると思うんだよな。いってんのかな。いや、まあ100%、まあ10代ではないんだよ。で、いい年した大人がさ、そんなこと しかもよく YouTube にアップできるよね。もうなんか、やばいよな。で、スケボーなんか、まあ、もちろんある程度登録人数多い人はそんなことやってないけど、まあ当然ね。まあ、なんか500人とかそういう人たちっていうか、もう底辺の人たちは本当にもうやりたい放題やってるよね。なんか。絶対人に迷惑かけるんだよな。ところでやってるから、それこそ駅前のなんか、ああいうところとか、広場みたいなところでも、あんなのも危ないじゃん。人が通るんだし。何なんだろうね。見せたいのかね。いや、そんなね、結構、実際やると、スケボー、ほんと難しいんだよ。まあ、もう本当に地道に、毎日コツコツやっていかないと上手くなんないのは、もうそういう、なんだろう、忍耐力がある人しか、まあ、続かないスポーツっていうのをやってみて分かったんだけど、だけど、そうじゃねえんだよなっていうね。人様に迷惑かけてまでやるっていう。そこがやっぱり世間に、オリンピックに競技になったとはいえ、未だに、スケボーの、が、そう、いいイメージになっていかないっていう、あれなんだろうね。その世間が。だって実際乗ってみて思うけど、ウィールって言うんですけど、まあ、タイヤ乗ってるだけでも結構音響きますからね。本当に。実際。で、あんなもん深夜にさ、普通の路上でさえ、静かなところでやれ、本当に響くから、本当にいい迷惑なんだよね。本当に。だから、ああいう、なんか、迷惑かける、なんだろう、スケーターにはなりたくないっていうかさ。マジで。まあね、そらまあ認知されないよね。サッカー、野球とかも人様に迷惑かけないし、本当にうるさいから、意外とっつうか、まあ、スケボーの音って。まあ、そらね。もう人がいないさ、もう高架下とかさ、そういう土手とか、そういうところでやってほしいけど、まあ、生きりたくて見せたいんだろうね。なんかそういうの いや、興味ない人にとったら本当にいい迷惑だよなっていう。本当。なんかそういう悪いイメージもあって、俺、スケボーっていうか、もう、まあ、10代、子供の頃全然ハマんなかったんですよ。もう、なんかもう、なんかイメージ良くなくて。で、きっかけはなんか、ある YouTube、めっちゃいい人のスケボーの、その、やってる人を見て、それからまあ始めようかなって思ったんですけどね、俺はね。だから、本当に迷惑系だよな、スケボー。マナーを守らないやつがいるから。まあ、そんな感じで。デッドバイデイライト全然関係ないけど。はい、ということで、ではでは。